ニューヨークにある店舗アーバンアウトフィッターズは、ペンシルベニア州フィラデルフィアに本社を置く、アメリカが主衆国の衣服メーカーである。衣服の他にも、流行に敏感な若者をターゲットにした、家具、雑貨、書籍など、幅広く扱っている。デザインスタイルの指向として、レトロ、ヴィンテージ、ボヘミアンなどが挙げられる。店舗では、自社ブランド製品の他にも、エビスジーンズ、ラコステ、 ディーゼルなども取り扱っており、セレクトショップ的な色合いが強い。最近では自転車のオンライン販売も始めている。140件ほどの店舗をアメリカ合衆国、カナダ、アイルランド、デンマーク、スウェーデン、ドイツ、ベルギー、イギリスで展開している。日本での出店はない。1970年、リチャード・ヘインがアメリカのペンシルベニアでファンキーをテーマにした衣服、 雑貨店、ザ・フリーピープルズストアをオープンさせる。その後、名前をアーバンアウトフィッターズに改名する。現在はアーバンアウトフィッターズとは別に、新しいラインのアントロポロギー、フリーピープル、テレインリーフストハターを展開している。ありがとうございます。